ラリネットって普通下の2までしか出ないんですけど、こちらなんとドまで出るようになったバセットクラリネットというものです。長さはこんな感じ。主にモーツァルトのクラリネットコンチェルトで使われる楽器で、最低音がドまで出る珍しい楽器。この楽器で吹けばモーツァルトのコンチェルトもちょっと違う雰囲気に。こちらもたくさんで試奏できます。気になった方はぜひ。